今日も君に。スワンと申します。よろしくお願いいたします。今朝歯磨きをしたら、洗顔フォームでした。人生2回目のやらかしを気持ち悪すぎて吐きそうになりました。スワンです。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ムーンリバーという曲でした。最近老眼切ってるんです。老眼切ってるんです。少しなんで
ございます。エモさんありがとうございます。はい、今の曲が、ムーンリバーという曲を、日本語で歌いました。次もちょっとカバーなんですけど、月つながりでハニームーンという、大好きな北村亮さんの曲を歌います。ありがとうございました。ハニームーンという曲でした。月の曲が多いんですけど、次もちょっと月の曲をオリジナルでちょっと歌いたいと思います。去年のですね、12月に初めての、ちっちゃい3曲入りの CD を出しまして、それのタイトルにもなった、ちょっとあそこに並べさせてもらってるんですけど、そのタイトルにもなってる、ちなみにジャケット、絵が好きで自分で描きました。はい、月とすっぴんという曲を聴いてください。
知らなきゃよかった、割り切れないこの気持ち、どうして二人ってブスなのに月とスピンでした。この曲はですね、あの学生の頃に、好きな子の家の周りを塾の帰りにうろうろしてた時のことを思い出しながら作った曲です。ストーカーの曲でした、はい。今日初めましてなんです、めいこさん、はい。あのリハの時から楽しくおしゃべりさせていただいてます。で、あのとても素敵な歌声とギターも、なんか私ストロークができないんですけど、その話もさっきしたんですけど、すごいかっこいい感じで、あの最後までぜひゆっくりしていてください。めっちゃしゃべりが下手ですいません。じゃあ、一番最初に作ったオリジナル曲、お酒が大好きで特にレモンチューハイが好きなんですけど、もう延々飲んでられる感じで、ありがとうございます、レモンチューハイでずっと飲んでられるんです、レモンチューハイ。ビールはちょっと一杯だけでもうお腹いっぱいになっちゃうんですけど、これほんまにあの12杯ぐらい1日で昼から夜まで飲んだことあります。はい、そうなんです。長い時間チビチビですよなので、あの大好きなレモンチューハイの歌を作りました。聴いてください、レモンチューハイをください。レモンチューハイをください、とびきり酸っぱいやつを、酸っぱいやつ
注げば不意に涙が溢れて昔の古い歌がレモンチューハイをください、とびきり酸っぱいやつを、甘いのは嫌いなの、酸っぱいやつを、うぬぼれた私に甘いのは自分です、自分なんです、乾いた心が満たされるたびに溢れる記憶が彷徨う。夜が明ける前に涙が枯れるその前に、もう一杯だけ私にレモンチューハイをください、ありがとうございました。レモンチューハイをくださいという曲でした。パチパチいっぱいありがとうございます。オリジナルがちょっとまだ少ないので、カバーとか交えてお送りしております。一曲ちょっとアニメソング挟もうかなと思ってます。いいですか？歌詞も大好きで、コード進行も大好きで、でもジブリのアニメなんですけど、でも、一番好きなのはラピュタなんですけど、今から歌うのは、風の谷のナウシカです。
っちゃいます。はい、あ、はい。Thank you.
ありがとうございました。ナウシカでした。いい感じですね。飲んでますか？飲んでます。じゃあ今日のこの良き出会いに乾杯。ありがとうございます。乾杯。なんとめいこさんは三重からお越しということでびっくりしました。私チャリンコで15分のところから来ました。近くてすみません。本当に申し訳ないです。一回あのレモンチューハイをここで4杯ぐらい、これジョッキで出てくるじゃないですか、4杯ぐらい飲んで 9% やって、 9% が美味しくてグイグイグイって飲んで、あの自転車で帰ったんですけども、こんなんなりながら帰ったことあります。だからもうここではもう3杯までと決めてます。 9% ですもんねこれね。あれ、あのストロングって言ってもらったら 9% です。あ、なるほど。6、あそういう計算。あ、6% 以下は私あのノンアルコールって換算するんで、はい、大丈夫です。ジュースです。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ一番最近作った曲やります。アルペジオを聴いてください。
ありがとうございました。アルペジオでした。今まで花粉症じゃなかったんですけど、ちょっと最近花粉症臭くて、でも認めたら花粉症になっちゃうって聞いたんで認めないようにしてるんですけど、とにかく鼻がかゆいんです。これ花粉症ですか、やっぱり。ありがとうございます。じゃああと2曲で終わりたいと思います。いい感じですね。はい、まあコロナもう3年ぐらい経ちましたかね、始まった時期ぐらいに作った曲で、本当になんかもどかしいなっていう気持ちを歌にしました。光の歌聴いてください。僕らは穏やかな光の中、高い空仰いでは自由に焦がれてた。まどろみにいざなう花の子守歌、白い羽紡いでは自由を夢見てた。美しき
慈しみ合う僕らは満天の星空へ歌い続けては自由に焦がれてた窓ろみに誘う木々の子守唄白い羽紡いでは自由を夢見てた美しい木ありがとうございました。光の歌でした。では私最後の曲に参ります。次はめいこさんです。はい、最後まで楽しんでいってください。配信ご覧の皆さんありがとうございます。野良猫ワルツという曲で終わります。とある町に小さな猫が住んでおりました。長い尻尾に黒い毛並み、ブルーの瞳、レンガ作りのメイン通り、街路樹の中、我が物顔で背筋伸ばし、枯れ葉と大行進、パン屋の角を曲がって三つ目の路地を左に進んだら、そこは野良猫横丁。今日もみんなお祭り騒ぎ、野良猫ワルツ。弱虫三毛猫、太っちょ虎猫、長老の白猫、おいらはネズミ、鳥が上手な喧嘩や黒猫さ、食べ物そこそこ、治安ぼちぼち、祭りは最高、へいへいボンボン、楽しい日々が過ぎ去ってゆく、風のまま気が向くままに気楽な生活、今日は今日の明日は明日の風が吹くだけ、暇な時は踊れや踊れ野良猫ワルツ。
ブルーの瞳が満月のように丸く輝き、夜空に浮かぶ赤い月と重なり合う。星がきらめく音色さえも聞こえそうなほど、どもネズミも街路樹までも寝静まってゆく。鈴の音を響かせながらワルツのリズムで、夜が明けるその時まで踊り続ける。夜が明けたら明けたで踊る野良猫ワルツ。ここは人間立ち入り禁止野良猫横丁、今日もみんなお祭り騒ぎ野良猫ワルツ、野良猫ワルツ、野良猫ワルツ。ありがとうございました。スワンでした。こんばんは、メイコです。どうぞよろしくお願いします。Bye.
ありがとうございます。約束を破ったならハリセンボン飲ますよ、ちっぽけやな口約束、それも一緒さ、喜んで期待して胸躍らせた私の気持ちをあなた踏みにじったの、どうしてどうしてあなたに尋ねなんて帰ってきても納得はしない、どうしてどうしてあなたに尋ねることもできないから、だからエンマ様にお願いして、あなたが地獄に落ちますように願ったことが何度あったでしょう、エンマ様も困るくらい小さな約束破った罪をこれからあなた悔やむといいわ、約束を破っただけ、約束を忘れただけ、ちっぽけな口約束、そんなもんだよ、喜んで期待して胸躍らせた私がバカだったのね、そう言うんでしょ、ごめんねごめんね、謝られても引っ込みがつかなくなってしまったから、だからエンマ様にお願いして、私も地獄に落ちますように願ったことはあなたには秘密、エンマ様も困るくらい小さな約束に踊らされるくらいあなたのことが好きなの、ありがとうございます。こんばんは、3月4日土曜日ですね、知らん間に3月になってて、びっくりしてますけど、春、昨日ぐらいからちょっとあったかいんですかね、今日私結構モコモコの上着を着てきたら暑くて、でもまあ夜はちょうどいいんかなっていう感じで、ちょっとずつ季節が変わってきています。春の歌を一曲歌います。春眠という歌を。春眠暁覚えずなんて、そんな言葉を知ってるかい、どんな意味かは知らないけど、きっと春ってずっと眠いんだね、春眠暁覚えずなんて、そんな言葉を知ってるかい、英語で言うとこう言うらしいよ、 This thing was sleep asleep just not know that、 春の魔法にかかっちゃって、寝ても覚めても眠いんです、愛する人の口づけで話だけでしょ、ほらみんなで一緒に二度寝しよう、学校も会社も休んじゃおう、みんなで一緒に二度寝しよう、三度寝四度寝五度寝、ほらみんなで一緒に二度寝しよう、学校も会社も休んじゃおう、でもそんなこと言ってられないから二度寝したら準備しよう、春眠暁覚えずとは、春の夜は心地いいから、朝になったことに気づかず眠り込んでしまうことらしい、春眠暁覚えずなんて、そんな言葉に関係なく、とにかく春は一日中眠くて眠くて仕方ない、春の呪いにかかっちゃって
度寝しようかな、やっぱ起きようか、葛藤が始まる、圧倒的に二度寝の方が有利だ、yeah。 みんなで一緒に二度寝しよう、学校も会社も休んじゃおう、みんなで一緒に二度寝しよう、三度寝四度寝五度寝、ほらみんなで一緒に二度寝しよう、学校も会社も休んじゃおう、でもそんなこと言ってられないから、二度寝したら準備しよう、でもあと5分寝かして、ありがとうございます。最近はあの昔は、若い頃は何時間でも寝れたんですけど、最近はちょっとなんか5時とかに1回目覚めるようになりましたねえ、でも休日はちっちゃい頃から今も変わらず早起きなんですよ。なんか休みってこうテンション上がって寝てる場合じゃねえみたいな感じになるのでね、問題はその平日ですよね。もうちょっと寝たいのに5時に起きてしまうっていう、なんか二度寝するんですけどその後はい、そんな感じです。そう、さっきスワンさんが言ってくれたんですけど、私三重県から来まして、三重県の伊賀市というところに住んでいます。三重と聞くと大体の人が伊勢とか鳥羽とかを思い描いて、めっちゃ遠いやんみたいな言われるんですけど、私にとって大阪はちょっとそこまで感覚でして、特にここは大阪のちょっとこう東寄りなのでね、気軽に来てます。そして気軽に帰ります。今日もそんな伊賀市、大体大阪とか名古屋でもライブしてるんですけど、言うと大阪の人は名古屋に行くときに通りましたって言うし、名古屋の人は大阪行くとき通りましたって言うし、結構こう通り道にねしている、まあ何にもないので通ってくれてありがとうという気持ちでいっぱいです。そう、山のふもとに住んでます。そんな伊賀の景色を歌にした歌を歌います。田んぼという歌を歌います。寒さ和らぐ春の日差しにまた、ああ今年も耕し耕し、実りに祈りを、ああ願う水を張りましょう、水面がキラキラと光る朝に小さな苗を植えましょう、願いを込めて、高く伸びて
ありがとうございます。セットリストを考えたんですけど、今のところ全く違う歌をやり続けています。レモンチューハイが好きとおっしゃってて、お酒の歌歌われてたので、私も一曲お酒の歌を歌おうかなと思います。ちなみに私はできるだけ甘いお酒が好きです。酸っぱいのがちょっと苦手で、でもまあお酒は何でも好きです。はい、あなたとお酒が飲みたいわという歌を歌ってみようと思います。5時に待ち合わせ、お店が開いたらすぐに入ろう。可愛いカフェもいいね、おしゃれなイタリアンもいいね。ありがとうございます。わあ、お酒流行ってきた。いや、ありがとうございます。いいんですか？はい、いただきます。ありがとうございます。ではいただきます。乾杯。やったジュース。美味しいです。ありがとうございます。すごいお酒がやってきた。嬉しいな、嬉しいな。そう、あの今日はスワンさんと初対面で、あのお名前は
こう SNS とかで見たことがあって、今日一緒になれるのをすごい楽しみにしてきました。すごいあの気さくな方でそう、私結構あのこう人を見て喋るのでなんかウェルカムな感じだったら結構ヒュッていけるんですけど、基本私はこうヒュッて閉じてるタイプなので人を見て判断するんですけど、今日はあのすんなりといけましたそう、あの出会えてよかったなと思います。すごいこのあのベアーズカフェのなんていうんですか、景色っていうんですかね、何室内とあのお似合いでいいなって思いながら、まったりゆったりと聞かせてもらいました。はい、何しようかな。さっき歌ったお酒の歌なんですけど、あの CD に入ってて、その CD が7曲入りの CD に入ってるんですけど、7曲中3曲がちょっと悲しい人が死んだりする歌が入ってて、その CD を作るときにちょっと重いんちゃうかってなって、なんかなんていうんですか、何も考えへんでいい歌作ってよって言われて作って入れた歌でした。で、変なのに勧誘されがちで作った頃になんか1ヶ月に2回ぐらいちょっと怪しい商売に勧誘されてなんかね、もうねあれですよね、久しぶりの人から連絡が来てご飯行こうって言われるとね、で私基本断れない人間で、なんかいいよ行こうって言ったら案の定それで、そうなんかもうなんかあの久しぶりの人から連絡来たらとりあえずまた勧誘されなくなって思うようになりましたね、要注意です。そう、勧誘1ヶ月の間に2人にそういう怪しい商売勧誘されて、街中歩いてたらなんかいいバイトありますよとか言われたり、そんなにお金に困ってそうな顔して歩いてるんかなって思いながら作ったのがもう随分と前ですね、2017年ぐらいに、16年か17年に作ったんで随分前に作った歌でした。最近は あんまり勧誘されなくなりました。っていうのも田舎に住んでるからやと思うんですけどはい、そんな感じです。次の歌はちょっと寂しい歌を歌おうかなと思うんですが、別れは生きているとつきもので、寂しいなって思う別れもたくさんあるし、たくさん経験したんですけど、できれば別れたくないし、できればずっと一緒にいたいけど、それは叶わないことで、でもその別れた時に、別れる時にすごい悲しいことって、その人とかそのものとかと過ごした時間がすごい愛おしいものだからこそこんなに悲しかったり辛かったりするんだなって思って、そう思うとそういう悲しさ苦しさもなんかちょっと愛おしいなって思って作った歌です。記憶っていう歌をちょっと歌ってみようと思います。あとどれくらいこんな日々を過ごせるでしょう。あとどれくらいあなたとの思い出を作れるでしょう。そこにわかっているよ。終わりの向こうで
ちらもきっと寂しいでしょう。僕のせいだ。いつかまた会いましょう。さよならは寂しいから。ありがとうございます。3月は4回ライブがあって、これが1回目のライブなんですけど、全部土曜日で全部大阪っていう、毎週土曜日は大阪にいる三重県在住の女です。ここに来るのは2023年
初だと思われます。すごい好きなんですよ。冬に来るのが好きで、夏も来るんですけど、夏もまた来させてもらいたいんですけど、なんかすごい冬って感じのなんか私の中レンガ作りの家イコール冬みたいなイメージがあって、シチューとか食べたいなっていつも思いながら、ここで歌わせてもらうのがすごく好きです冬の歌を一曲歌います。帰ろうっていう歌を歌うんですけど、まだもうちょっとだけ歌わせてもらうので、帰らずに聴いてください気づけば指先がかじかむ季節で、手のひらをぎゅっと握って歩いてる。日が落ちるのも随分早くなったな。長い長い夜の始まり、すぐそこに来ている。都会の冬の夜はキラキラと輝いて、なんだか少し寂しくなった。たくさん人はいるのに、私は一人ぼっちで、空を見上げても星は見えない。冬の夕方はなんだか懐かしい、子供の頃を思い出して、幻みたいな遠い記憶に思いを馳せてさ、帰ろう。街を歩く通りすがった家からは美味しそうな匂い、家路を急ぐ親子が私の前を歩いてる。左手にスーパーの袋、右手に子供の手。さあ秋の匂いは子供の頃、小僧が赤くなるまで遊んだ帰りの匂いに似ている。少し心が楽になった。
心が楽になった。ただいまおかえり、ただいま帰り、ただありがとうございます。最後の歌にします。電車で来ました。今日はちょっとお昼から用事があったので、時間を金で買って特急電車に乗ってビュンって来ました。帰りは急行で帰ります。電車に乗って会いたい人に会いに行くというコンセプトの歌を歌うんですが、実際はお墓参りに行く歌です。イリカマホという歌を最後に歌って終わろうと思います。どうも今日は最後まで聞いてくださってありがとうございました。メイコでした。手拍子ありがとうございます。君に会いたいな、朝起きて思ってしまったから、君に会いに行こう、赤い電車を乗り継いで、君に会いに行くよ、赤い電車はたごと揺れている、君は驚くかな、甘だるい笑顔で笑うかな、ボタンボトン、ボタンボトン、ボタンボトン、知るよ。君の街に来たよ、あの頃と少し変わっちまった街、君が好きだった花を用意してから向かうね、きっと知ってるんでしょ、いつも見てるんでしょ、君に会いに行ったよ、赤い電車は相変わらず揺れて、窓から見えた夕焼けが焼けに綺麗だった。ありがとうございました。気をつけて帰ってください。
ありがとうございます。すぐに座った ありがとうございます。ちょっとだけ期待してましたありがとうございます。嬉しいな。じゃあもう一曲だけ歌わせていただきます。今日は本当にありがとうございました。すごい素敵なスワンさんと一緒にできてありがとうございます。組んでいただいてありがとうございます。本当にいい日だ春も近いのでもう一曲最後春の歌歌って終わろうと思います。本当は夏が好きです。はよ夏はよ夏はよって夏の終わりぐらいから夏はよってなんかもう暑いのが好きなんですよ。なんか暑い日にクーラーとかも入れず家で汗だくになってギターとか弾いてるのがすごい好きでそう、なんか夏の車に乗ったらもうモワってするじゃないですか。その時にめっちゃ鳥肌がバッて立って、あ、気持ちいいって なりますそうなんです。冬は特に寒いのが特に苦手で、1月生まれなんです真冬に生まれたんですけど、なんかね夏が好きで、本当もう9月ぐらいになるともう夏が終わってしまうと思ってすごい寂しくなって、また来年まで待つのかってこう、ま、いやーどうでしょうね。アフリカに移住そうなので、もうねとっとと暑く、でも夏来てほしいんですけど、夏来たら夏終わっちゃうから、なんか来てほしいけど来てほしくないみたいな、そんな気持ちを込めて春の歌を歌って終わろうと思いますありがとうございました。毎日通る道の端に黄色い花が咲いていた。急ぎ足を込めてちらり、ああ、ああ、ああ、日曜日いつもの道をいつもよりゆっくり歩いてゆく。黄色い花の近くでは蝶々がひらり、だんだん暖くなって地面がにぎやかになって、こんなにたくさんの色があったんだね。毎日通る道の端の黄色い花が増えていた。急ぎ足を込めてちらり数を数える。日曜日いつもの道をいつもよりゆっくり歩いてゆく。黄色い花は真っ白なまん丸になってた。ぐんぐん高く伸びてふわふわの綿毛になって、優しい風が吹くのを待っている。行ったことのない場所へ飛んで行ける風に乗って、あの子が住んでる街へ飛んで行け。毎日通る道の端の黄色い花はなくなった。愛も変わらず急ぎ足で私は通る。次の春に会いましょう、また必ず会いましょう。次の春に会いましょう、また必ず会いましょう。
上司ありがとうございます。次の春とは言わずまたすぐにどこかでお会いできたら嬉しいです。ありがとうございました。メイコでした。ありがとうございました。配信を見てくださった方もありがとうございました。命をもらいと月とかの旅を経てこの世界にやったいいよ。そうかプロデューサーが来た。そう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 あ、なるほどなるほど。ありがとうございます。もう映ってるんですか。目に映る人が大好きでいただきます。好きです。メイコちゃんでした。素敵でした。めっちゃ良い日でした。ストロングでちょっとほろ酔いです。何杯目ですかそれ。え、これ2杯目なんですけど、1杯目は普通のやつでこの人がおごってくれはってすぐ来る。やっぱ 9% は違いますか。やばいっすね。全然違います。はい、やばいです。でもあと3倍あと2杯あと2杯やばい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 。で3月11日大阪こせこした。で3月18日は扉だそうです。3月18日は大阪先生は アジテイト今日はしてアジテイト。3月25日はカツオの遊び場でよろしくお願いします。来週の土曜日何日か分からんけど来週の土曜日は11です。11日松山ジランプさんで、その後は忘れた。もういい。調べて調べてそっちで調べて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 。以上です。綺麗な花は枯れ終わりました。涙も枯れて、はい、ありがとうございます。思って泣くことはなくなったけどあなたとあの子が仲良さげに手をつないで歩く姿をまだ見たく